続いてはこのマークをご存知でしょうか。国が厳しい審査をした上で有料と認めた人材派遣の事業者に与えられています。何かと悪い印象がつきまとう派遣の仕事に信頼をと新たに設けられた制度で、岡山市の企業がこれを取得しました。岡山市北区の人材サービス業キャリアプランニングです。今年3月に厚生労働省から有料派遣事業者の認定を受けました。この制度は業界の質の向上を目指すとともに、リーマンショック以降非正規雇用に定着した悪い印象を払拭しようと国が新たに始めました。認定を受けるには派遣社員と派遣先の企業がともに安心できるサービスが提供できているか100項目以上の審査を通る必要があります。情報が少ないことによって来ていただけていない方がたくさんいらっしゃると思いますので、この認定を通してより身近な存在になる。転職を考える人などが安心してサービスを受けられるよう、職業紹介有料事業者のマークも取得し、サービスの向上に努めると話しています。